ですが辛いですということで、はい、皆さん、はい、23年ぶりに5人揃って、うん、この上野公園の西郷さんの前にやってまいりました。我々の特番を作っていただいたゴスペラーズのチャレンジアメリカのパート2ですか、はい、第2回。そうね、だからその行くアメリカ行く時にここを集合にして、そう、ここ集合で、ここからね、あのアメリカを目指したんだよ、旅が始まったわけですけど、今回もですね、うん、なんとこの場所から出発してみようと、うん、今日の企画なんですけれども、アメリカじゃない、アメリカじゃない、何だと思いますか。モルジブでしょ。モルジブ、チャレンジモルジブでしょ。チャレモル、チャレモルでしょ。リゾートにチャレンジできるの。いや上野動物園じゃないの、ここだったら。だいぶ予算が減ったね、それはね。そうそう、前はアメリカに行くのにわざわざなんでここに集合したのかって話もあるけど、平成ライナー、そうそう、空港に向かうためのね、必ず平成で行かなきゃダメなんだよく分からないことも違います。はい、はい、ですね、うん、今日は、うん、なんと我々全員、はい、診断というのをやってみようと思うわけでございます。皆さんどうですか、ざっくりした感想としては。僕はね、なんかやっぱ自分的には意外でした。そうなの、はい、でも黒沢さんは。俺ね、満足。予想がまだ満足、めちゃくちゃ楽しかったってこと、ね、めちゃくちゃ楽しかった、めちゃくちゃ楽しかった。それはもう、そうなのよ。なるほどね。